さあ、今日も野菜ジュースを作る前にちょっとご報告。今までね、これが、ジユンのクレーンっていうジンバルでしたけど、昨日報告したみたいに、ユカさんから、パナソニックの LX100 を譲ってもらったので、これがね、こんな感じ。こっちがクレーン M っていうちっちゃいやつね。まあ、言うほど 変わらないんだけど、でもやっぱり結構このちょっとした差が、グリップこの分1個分ぐらいの差が、かなりでかいんで、これで、今日は、今これ GH4 ですけど、これ以降の映像は、今日はもう、LX100 で全部撮ってみようと思います。さあ、じゃあ今日も野菜ジュースの素材を取り出すところから。さあ、こんな感じかな。トマト、キウイ、レモン、バナナ、ザクロ、で、人参。これがね、スペアミント、小松菜、パセリ、ケール。で、ビーツですね。だいぶね、緑多めですけど、でもこれぐらいフルーツ入れるとかなり味が整うってことが最近分かってきました。さあ、じゃあ行ってみます。さあ、いただきます。ああ、やっぱりフルーツ多めだと美味しい。ちなみにこれね、1個目の LX100 の難しさ、バリアングル液晶じゃないんで、非常にこう今うまく撮れてるかどうかは自分ではわからないという。ちょっと LX100 の実験も兼ねてもう一品。これね、フォカッチャ、近所のマーケットホールっていつも野菜ジュース買う、素材買う、スーパーで売ってるんですけど、これめっちゃ美味しいんですよ。さあ、いきなりLX100 を実践投入してますけど、まだね、自作風防もつけてないんで、どのくらい綺麗に音とか取れるかも分かんないんですが、今向かっているところは、勘のいい方なら、なんか最近このパターン多いな、いつも食べに行くフードコートに、トラックラーメンをね。いや、やっぱりね、ジンバルとカメラの重さとしてはね、もう感覚半分でめっちゃ楽ですね。さあ、ここね、いつも通りの。でもね、今日はちょっとね、スペシャルゲストをお迎えしてのスパークですよ。あ、いた 早速いた 早速見つけました 明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。てか、ケントさんです。はい、言ってましたね。とりあえずこれをケントさんに食べさせたいという無理やりな企画。何ラーメンに 気持ち悪い、このお互い取り合ってる。何ラーメンでしょう。ケントさん、ちゃんと MV88 使ってんですか。使ってますよ。最近めんどくさくて使わなくなっちゃった。ケントさん注文中、豚骨にしてるっぽい。音取れてんのかな。まだこのカメラに慣れてないから、録音がケントさんに今食べてもらったんですけど すげえ、なんか初コメントを取ろうとしてたら全然取れてなかった。いや、いいです。セカンドテイクするとね、また じゃあセカンドテイク、セカンドテイク。どうですか、屋台ラーメン。おいしい。またみんなに怒られる。アホだって。 ありがとうございます。ちょっと肝心の目的忘れてた。今日目的はケントさんに、これ完全に YouTube わらしべ長者状態になってますけど、この僕の G7X Mark II をケントさんに譲る、貸すというのが僕のミッションでした。自作風防付き。そう、ケントさんの動画がついにコンデジに変わるかもしれない記念すべき日です。レビューを期待しましょう。
ちょっとケントさんが iPhone 以外の動画がスタイルが合うかどうか興味深い。ここに録画ボタンがあります。これ見たことのない屋台、新作ですね。ケントさんがまだ G7X に慣れていないG7X の動画でどうケントゥーンブログが変わるか、本当今後注目です。ケントさんのチャンネルのリンクは概要欄に貼っておきます。お互いこのでしょ、うん、テンション上がりますよ。その手ぶれしないっぷりが良くないですか。はい、お疲れ様です。3連休ですよね。じゃあ良い週末を。はい、お疲れ様です。ということでね、無事ケントさんに G7X Mark II を渡したんで、ケントゥーンブログの画質向上超期待です。今日はもうこんなもんかな。昼間結構動画が全然撮れなかったんで、パナソニックの LX100 初出動で、まだあの風防もつけてないで、自作風防もつけずに撮ってるんで、どのくらいうまく撮れてるのか分かんないですけど、ぜひ面白かったら、チャンネル登録といいね評価もよろしくお願いします。もうね、ケントさんと1時間半ぐらいひたすら YouTube トークしたら喉が枯れた。あのあそこのパークがすごいうるさくて、声張って喋ってたら喉が枯れてしまいました。